MX-30 は、マツダが製造、販売するクロスオーバー SUV である。マズダ3、CX-30 に次ぐ、マツダの新世代商品群の第3弾として位置づけられている車種で、同社初の量産電気自動車として企画された。2019年10月23日に、世界初公開され、欧州市場での先行予約を開始。 同年10月25日から開催された東京モーターショーにて一般公開された。一方、日本向けモデルは2020年10月8日に発表され、24V マイルドハイブリッド、M ハイブリッドと2.0リットル直列4、1DOHC エンジン、スカイアクティブ G を組み合わせた E スカイアクティブ G を搭載したモデルを販売し、EV モデルは当初リースでの販売を予定していた。 この販売方法の違いについて、開発主査の竹内智子は、MX-30 を松田における電動化技術のベースモデルと位置づけ、欧州ではニーズが高まる EV からの投入としながらも、日本国内では多くの消費者が選択しやすいマイルドハイブリッドエンジンの投入としたという。その後、2021年1月28日に、 日本国内でも EV モデルが公式発表された。電動化技術の E スカイアクティブが採用され、車体構造はスカイアクティブビフクルアーキテクチャをベースに基本骨格がストレート化され、バッテリーパックを骨格として活かした環状構造により合成をアップし、G、ベクタリングコントロールプラスもエレクトリック G、ベクタリングコントロールプラスとなった。 発進から減速までをモーターペダルのみで操作するシステムを採用せず、モーターペダルはガソリン車でのアクセルペダルと同等のシステムとし、ブレーキペダルの操作量からドライバーが必要とする制動力を判断し、その範囲内で最大限のエネルギー改正を行いつつ、不足分を摩擦による制動力で補う改正強調ブレーキが採用される。 モーター直結のためトランスミッションはないが、通常走行時の D レンジを基準に、プラスとマイナスそれぞれ2段ずつの合計5段を設定し、ステアリングに設置のパドルで変速を可能にする、ステアリングホイールパドルが装備される。購入方法では選択肢を広げるため、当初予定されていたリース販売ではなく、マイルドハイブリッド車と同じく、マツダスカイプランと呼ばれる。 残価設定型クレジットが利用できるように変更された。プラットフォームなどの主要部分は CX-30 と共通化され、全長と全幅は同一だが、クーペ風のデザインとして、後方を大きく寝かせたデザインとしている。さらに、魂移動デザインを採用しながら、近年の松田社で採用されていた、シグネチャーウィングをやめ、サイドドアには RX-8 以来となる。 観音開きのフリースタイルドアを採用し、全体のデザインに塊感を持たせたものとなっている。展開方法にも特色があり、パワートレーン、駆動方法ごとにモノグレードとしつつ、メーカーオプションの主車選択を細かく設定することで、価格の調整を容易にし、顧客からのこのグレードとこのグレードの間はないのかといったニーズにも応えることができるという。 ありがとうございます。